やったー、ちょっと待ってくださいね。ケーキでーす。ってな感じでね、今回もやっていくんですけど、今回ね、最近ヒーラーをね、捕まえたということでね、ヒーラー捕まえた動画です。こちらのね、エリゴラーとしての、前回の動画で言ったエリゴラーとしてのね、実力を見せていこうかなと思うんですけど、こちらのところが、まあ、ゴブリンの小屋かダクプリかで俺ちょっと悩んでて、今も、どっちにしようかなって。あ、こっち。ってな感じでやっていこうかなと思います。ダックプリにしたら、ロイホグに勝てるようになる気がするんですけど、あ、一旦ダックプリにしよう。一旦ダックプリにしてみます。はい。117位からいきます。7600いこう。頑張って。エリゴラーって、まあ前回の動画見てない人のために、エリゴラーっていうのはポノス内で使われている言葉で、エリゴレが上手い人をエリゴラーと呼んでいます。よろしく。そう、エリゴレとかで上手いプレイをすると、お、エリゴラーじゃねみたいな。いや、本当に今、わかるっすよ。私、言いたいことは。誰が使っても同じみたいな。それは、エリゴレなんですけど、エリゴレって、その、チンパンが強い。いいんですけど、さらにそれの上があって、ちゃんと考えて使うエリゴラはもっと強いよっていうことをね、僕はね、そのエリゴラとして広めていこうかなと思います。これね、ボム来るよ。バルーンって分かったんで、ちょっとエリゴレなんかいい感じに形が組めたんで、エリゴレをつなげたんですけど、いい感じですね。多分このうわっ、今さ、このライドラが一発ボエってやれば多分完璧だったのにな。あ、ホグなんだ。ヒーラーでひょいってやって、俺あれだとバルーンだと思ってた。ホグか。ホグ、まあナイト型なんでね、多分まあボムタワーあるんすけど、まあ言うて突破できるかなと思います。で、2番入ってから後ろエリゴレですね。崩し方は。で、ちゃんとホグがま、これ今ロリババ転がしとくべきだったな。ちょっとすいませんね。反応くれた。まあ、全然今とか言っていいと思うんですけどね。ああ、これに合わせてエリゴレとか。で、ゴブ小屋がない分、トルネが間に合わないんで、その、ダクプリを温存して、んマジ？それは、美味しいぞ。本当に。ああ、うまい。これ2倍入ってたら、エリゴレ2周目回ってたから、2周目でよかったんだけど、これヒュッて寄せちゃって、マスケだけ処理しちゃう。うまいな。うまいな。今何がうまいかっていうと、デホが来るんで、このエリゴレからじゃなくて、一旦ね、このユニットで受けてあげて、足前エリゴレでいいかな。この2枚だけで、ダクプリは出さずに、で、クエイクを打ってから、クエイク打って、トルネ、タル。で、いい感じになるかな、今のところは。で、このね、サイクル崩されたんで、完全に。後ろからヒーラー出して、もう一旦ゆっくり、あ、これ相手崩れたな。これ、エリゴレつけます。グッドゲーム。うん。そう、やっぱね、エリゴレはエリゴレでも、なんていうのね。まあ、後ろから出すエリゴレも確かにいるし、それは。それが強いですよね。それが一番じゃないんですよ。他にもっといいやり方あるから、そう、エリゴレの中でもね、チンパンの中でも、カード出すカードの順番とか、クイック通りか。OK!相手はね、学祭をなるべく攻めるべきだと思うんですけど、めっちゃ同祭ゴリゴリ来ましたね。なんでだろう。はい、103位いきまーす。やりゴブの小屋だと、なんだろうな、何に強いんだろう。まあ、ラバとか、ちょっと空だからね、ラバとかに強くなるかな。あと、こっち、待てる。相手の動きを見てから、しっかり自分でから組み立てられるから。そういう面では、ゴブゴヤの方が強いんですけど、数的にはダクプリ。平井心としてもダクプリかな。あとね、その、ロイフグに対して、やっぱ最近ロイフグめっちゃ多いんで、
それに対してね、強いんですよね。あ、ここ筋肉、あ、お腹鳴ってる。恥ずかしい。ここはエリゴルを行きます。あの、僕、相手エリゴブの声に対して俺がライドラ出してトルネ使って8コスで3アド、そのぐらいですね。理由はこれベビーまで先につけちゃってナイトを先に溶かしに行きます。で、このアイウィズをまとめて、そのポイズンなんですけどあんま良くないですね、相手のポイズン。あ、でもいいポイズン、もし、あ、なんでもないです、すいません、いいポイズンだった。ヒーラーが殴ってたんで、そのもうちょっとユニットが残るかなって俺的に思って、だからそのポイズンやってねって思ったんですけど。で、ヒスキラに対してライドラがめちゃくちゃ強いですね。そう、めちゃくちゃ強いね。これクエイクからかエリゴレからか迷ったけど、多分エリゴレで攻めでクエイク打てばいいかな。で、あんま最初は足さないで、そのトルネプラスのポイズンがで一気にやられちゃうんで、ゆっくりじっくりじっくり攻める感じで。ああ、うまいな防衛。2倍タイム入ってからね、攻めた方がよかったですね。うん、こうして守れるかな、ギリギリ守れるかぐらいか。よいしょ。ああ、ちょっとね、やらかしたかもしんないっすね、これ。やべえな、やべえな、これこれやべえな。どうしよう。あー、前全然残ってない。うわー、やられた。序盤にね、ちょっと攻めすぎた説あるっすね。アド取っても待ちでよかったか。ダメ、エリゴラじゃない、こんなんじゃ全然エリゴラになれない。あー、いや、どこだ、スケラ。ちょっとね、相手にいい感じに回られちゃいましたね。予想よりドラドラをつけないといけないんですよね、突破するときに。多分ドラドラプラスのトルネで、でヒーラーを必ずアイウィズを引き寄せて殴らせてポイズン打たれても回復させるっていうプランで勝つと思うんですけど、それがね、ちょっとうまくできなかったですね。片方しか必ずつけれなかった。例えば最初とかはライドラをゴボゴボに対してやったんで、それのライドラがいないから、まあエリクサーもなかったしね。だから2倍から、結局2倍から動いた方が良かったですね。3アド取ってももう10ワードぐらい取んないと動かない方がいいかもしんない。なんか最近、昨日カニカマ食べた、カニカマ好きなんでカニカマ食べたんですけど、カニカマってカニ入ってないって本当ですか？なんかカニエキスみたいな、よくわかんない、そこら辺の情報が何が正しいのか。カニ、じゃあカニエキスカマでええやんみたいな。カニカマにしなくてもね、まあ好きだからいいんすけどね。なんかすいたな、カニカマ食いてえな。なんか最近野菜ジュースとかもちょっと飲み始めて、あの腹筋始めたんすよ、マジで。お腹鳴りそう、またやばい、鳴ってる、あ、鳴った。腹筋始めたんすけど、結構ね、なんか自分で分かるぐらい本当に変わってきて、めちゃくちゃいい感じですね。でもね、下っ腹がね、あのね、下っ腹だけ、その6つあるじゃないですか、下っ腹だけうまくいってんじゃん。あいつだけちょっと出てやがる。全然マッチングしないな。これカット、あ、これカットのやつもしかして。カットならカットでお腹の音が聞こえないし、でも俺いろいろ喋ったんだけどな、まあ、カニカマの話なんてなくてもいいか。十何秒以内にマッチングしなかったらカットします。あ、
東西南北、お日様パワーだ。北シャン選手ですね。前哨戦といった感じでしょうが、ファブとポンスが当たるのは決勝戦かするか、ファブが負けた場合に俺らと途中でぶつかるかぐらいですね。どっちも全勝だったら決勝でぶつかるんですよ。暑いっすね。脱ぎたくなっちゃうな、暑すぎて。お日様パワーってことか、それも含めて。あー、深い。なんだろう、ゴブリン。ホグ。あ、めっちゃお腹鳴る。やべえな。まあでも普通にお腹すくんすよな、この時間。ダメでしょ。ホグっぽいな。ホグっぽい何か。やべえ、ちょっと待って。これいいのか。いや、いいんだな。これでいいんだな。でもこの場合だと、あ、だよね。待って。平先に出してからでよかったね。そう、こうなるから、このエリゴレを、あんま短期で突っ込ませたくなかったんですけど、マスケを後ろから出されるときに、手札が詰まっちゃうんですよね。それが嫌で、あ、めっちゃアド回収されんな、これ。守れるかな。そう、この後守りきれるか問題。全然、ん？え？やばくね？マジ？全然打ってない。あ、でも、結構。いや、いた。ライドラが全然打ってなかった。雪玉、恐るべし。あれか、多分ゴブリンにタゲ取っ、ん？いや、よくわかんねえな。あいつサボったな。許せねえ。まあ、こっからっすね、エリゴレは。よろしくと。って感じでしょうか。はい。組みます。これね、俺レベルになるとね、無視するんですよね。そう、これがチンパンって呼ばれる一つの理由なのかな。まあ、チンパンなんですけど、その、なんていうんだ。いろいろ一応考えてますよっていうこと。その、あれ？めっちゃ守られてる。あれ？やばい、これ。ちょっと待って。ホグ来たらやばくね？どっちに来る？こっち。で、こっちだけ振り出されて、タルタル。うわ、なんとか。うわ、めっちゃ抑えられた。やば。そんな抑える。そんな抑えるってぐらい抑えたな。すげえなー。よいしょ。なんとか真ん中つけてクイック打って、あ、いい許容、めっちゃいい許容。やべえ、負ける。くー、足る必要だな。うわー、うまい。あれ守られんだ。ドラ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 えもんぐらいいたぞ。やべ。ああ、やるな。グッドゲーム。ボム、バルキリーだと変わってくんのかな。ナイトだとめっちゃ突破簡単だったけど、バルキリーだと変わってくんのかな。やべ、ラスト一戦勝ったら許してください。このままでエリゴラとして終えらんねえな。あれ？何が違かった？俺別にホグ許容して、あそこまでは完璧だったんですよ。もうホグもね、その逆サイに来たらなんなら美味しいぐらいだったんですけど、その後の攻めが、エリゴレ2周目じゃなくて、多分ヒーラー追加が良かったかなと思います。俺は。そう、そんな気がしてきた。だエリゴレをむやみに追加しても良くないっていう。ね。ボムタワーとバルキリーが結局強いんで、その突破する火力がないとダメだったかな。ヒーラーあったら、ミリ残りしてたベビドラが生きて、2周目ヒーラーが大事ってことね。これはメモだな。動画撮りながらでも学んでいきましょう、一緒に。これね、スパーキーな気がする、この人。
2倍まで待った方が強いっす。世間話でもしますか。暇ですね、これ。でもこれスパーキー来た時どうしよう。ライドラない場合ちょっとねしんどいんで、ダックプリ切ってもいいかなって思ってたら相手がダックプリ切ってくれた。嬉しいな、これは。多分相手は俺のことゴレだと思ってるじゃん。ゴレだと思ってるってことはどう立ち回るかね、ゴレに対して。ああ、そのマスケやべえ、そのマスケやべえって、そのマスケやべえよ。一発殴って、もう一発殴る。おっ、めっちゃ殴んじゃん。やりすぎだろさすがに。でライドラ、マスケ切った後のライドラってめっちゃ無双しないですか。あ、笑ってるね。ライトニングないね。そのね、その笑いがね、もうライトニングないってことをね、暴露してるようなもんすからね、言っちゃえば。これヒーラー手前ですね。な、理由は。で、こっちにダックプリつけて、ベビーつけて、そう、タゲチェン。OKOKOK。ライドラ一発ぐらい。一発ぐらい行けよ、お前。行ってこい。オッケー。えらい。いやー、これ完璧なロリババじゃね？そうでもない。あ、完璧だ。で、こっからっすね。で、逆サイドに多分展開するんだよね、スパーキーの。こっち。で、こっちで完全に形を組んで、ライドラで全部回収。KK プランね。これベビー追加するか。わかった。 KK プラン21コース。いや1、まず1本こっちでおるのか。ちょっと待って、右俺来たら攻められたら守れなくね。いや守れるのか。ヒーラーベビーで、で真ん中じゃゴブジャー来てもなんとかなるかな。なるよな、なってくれよ、頼むよ。このトルネでいい感じ、めっちゃ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 いい。でこれもうエリゴレ端前つけて、クエク打てばきつくない相手。やべえ、これ巻き筋引いた。いやマジ、なんでなんで、事故でしょそんな。事故。ちょっと待って。危ねえ。ってな感じでね、このエリゴラとしてね、なんとか最後勝ち切ることができたので、ぜひね皆さんもエリゴレラなって。俺まあそんなそう、あのデッキ好きじゃないって言ったんですけどね、別に好きじゃないデッキも使えますよ、勝ちたいもん、それ以上に。てな感じで今回は終わっていこうと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。